レモンチキンあるいはレモン鶏は、鶏肉とレモンを使った料理である。世界中で多く見られ、むしろ発祥国の中華人民共和国では滅多に見ることがない。関東のレモン鶏は、鶏肉の唐揚げに、レモンの絞り汁が入ったタレをかけた料理である。カナダ風中華料理では、レモンチキンは、鶏肉のソテーや唐揚げに濃厚で甘いレモン味のソースをかけた料理となっている。 香港の千腕にあるパンダホテルの中華料理レストランでは鶏肉にバターをかけて細長く切ったアーモンドの中に転がし油で揚げてレモンソースで和えた料理をレモンチキンとして提供しているオーストラリアで有名なレモンチキンはバターをかけた鶏肉を揚げてレモンソースをかけた料理であるイタリアではこれらの料理とは全く無関係な料理としてポジョアルリーモネと呼ばれる レモンチキンがある。この料理は、鶏肉を丸ごと白ワイン、レモンジュース、タイム、ミルポアと一緒にローストしたものである。スペインでも、イタリアのレモンチキンと似た料理で、ポジョアル、ロメーロコンディーモンワイピノーンズと呼ばれる料理があり、レモンソース、松の実、ローズマリー、ハムと一緒にレモンチキンを丸ごとソテーしたものとなっている。フランスで作られるレモンチキンは、 通常ソースの中にディジョンマスタードを含んでおり、ローストポテトが添えられる。ありがとうございます。